にちは、ゆっくり霊夢です。小井峠入り口バス停で路線バスを降りました。小井峠入り口バス停、沼田分かれ交差点は、西広島駅付近から県道265号線を北に約2キロ進んだ場所に位置し、標高約50メートルの高台に住宅地が形成されています。沼田分かれ交差点周辺の住所は小井上さん、4丁目となるのですが、小井上地区の主要道路である県道265号線は道幅が狭く、ドライバーさんは運転に神経を使う場所かと思います。西広島駅から小井峠入り口までは路線バスが毎時4本以上運行、往路復路合わせて毎時8本以上が県道265号線を通過し、道幅の狭い県道で路線バス同士がすれ違うという光景がよく見られますね。小井上地区の路線バスは広島電鉄グループの HD 西広島による運行。1999年に発足したバス会社で、通称、ボンバス、として親しまれており、車両は中型サイズがメインとなっています。1999年以前は広電バスによる運行でしたが、広電バス時代は大型サイズの車両が県道265号線、小井峠を通過していたというから驚きです。先ほど降りたバス停の名前は、小井峠入り口、ということで、この先の県道265号線は、小井峠、と呼ばれる急なカーブや上り坂が続く区間となります。今回は小井峠をプチ散策しましょう。小井、という地名は広島市民以外には難読に感じる地名かしら。西広島駅周辺は古くから、小井、と呼ばれています。神宮皇后が三冠征伐の際に岬に登って休憩していると、その土地の主が神宮皇后に小井を献上。神宮皇后は、おお、小井、小井、と大変お喜びになったことから、この辺りは、小井、と呼ばれることになったとか、旭山神社、小井の宮、が神宮皇后が登った岬だと伝わっているようです。また広島城周辺はかつて、小井の浦、と呼ばれていたことから、広島城は、里城、とも呼ばれているほか、広島県民が愛するプロ野球チーム、広島東洋カープ、の、カープ、は、小井、を英訳したものであり、小井は広島の歴史に深く関わっている存在です。カープが勝ったら、小井方。ですよ。なんかホイールがフェンスについているわね。何か意味があるのかしら。小井上三丁目バス停を過ぎると、ぐるーっと急カーブ。この先にもこのような急カーブがいくつかありますよ。今回歩いている県道265号とも広島線は小井上地区の地域住民に利用されているほか、佐伯区のさつきが丘、石内、五日市インター、浅南区の大塚などから、広島市中心部方面へのショートカットルートとしても利用されていて、通勤時間帯は自動車で混み合う様子も見られます。2001年に広島高速4号線が開通したことにより、さつきが丘、石内、五日市インター、大塚などから広島市中心部へ向かう、多くの自動車は広島高速4号線を通るようになります。広島高速4号線開通前までは現在よりも県道265号線、小井峠の通行量が多かったみたい。急カーブ、急な坂道の連続、街灯が少ないため夜は暗いことなどから、小井峠がメインの道路として利用されていた頃は交通事故が多発していたらしく、夜の小井峠は地元のタクシードライバーでも近づかないとか、小井峠をドリフトで攻める走り屋なんかもいたのかしら。先ほどの急カーブから先は本格的に小井峠になるのかと思いきや、この辺りは1980年頃に造成された広電小井団地と呼ばれる住宅団地で、約2000人が暮らし、アパート、戸建て住宅が多く立ち並ぶエリアとなっています。小井上三丁目バス停を過ぎた辺りから歩道はなく、歩行者がこの道を歩くのはちょっと怖いかも。歩きで小井峠を目指すというのはおすすめしません。さつきが丘団地、修道大学南口、行きのボンバスが通過、ジアウトレット広島へ向かう買い物客でしょうか。バスの座席はほとんど埋まっていましたよ。ムーミン、というレトロなカラオケ喫茶店が見えてきて、こちらの定時路周辺に広電小井団地入り口バス停が設置されており、この先に HD 西広島、ボンバス、の本社、広電小井団地車庫があるみたい。映像右側は戸建て住宅が多く立ち並びますが、映像左側や奥は木々が生い茂っており、ここから本格的な峠道となっていきますよ。この付近はカーブの連続で、見通しの悪い箇所もあるわね。急カーブ、急な坂道の連続で、交通の難所として知られる小井峠ですが、広島県民の間で、小井峠、といえば別の意味で有名だったりします。1996年、広島市在住のタクシー運転手が女性を誘って関係を持った後、その女性をネクタイで絞殺し山中に遺体を遺棄するという、広島タクシー運転手連続殺人事件、という事件が起きました。
中国地方で発生した凶悪事件として、ご存知の方も多いのではないでしょうか。この事件で殺された女性被害者は4人、犯人は被害者の1人を恋峠の近くに遺棄したと供述し、実際に恋峠の近くで遺体が見つかったそうです。また恋峠付近で電車運転し、航空管制官が自殺、男性らが女性を車に乗せて恋峠付近の山へ連れ込み暴行するという事件が起こっているなど、恋峠付近では過去によろしくない事件などがたびたび発生しており、これらの出来事は当時の新聞にも記載されています。このような場所であることから恋峠は心霊スポットとして広島県民の間で有名。交通事故、事件で亡くなった人たちの幽霊が恋峠付近に現れるなど、嘘か本当かよくわからない恋峠の噂が広島県民の間で広がっています。過去に土砂崩れで人が亡くなったという噂もあるわね。恋峠の噂で一番有名なのは中村家惨殺事件でしょうか。現在は解体されましたが、かつては恋峠の途中に白壁の住宅があり、精神を病んだ男がその住宅に侵入し、1階で老女と少女、2階で中年男性を殺害、中村家を全員殺害したという事件です。この規模の事件が発生すると新聞やテレビで報道される可能性が高いですが、過去に中村家惨殺事件が発生したという報道が行われたことはなく、中村家惨殺事件は何者かによる噂が広まってしまったのではないか、と言われているみたいね。この付近では県道265号線開業のための用地買収や道路建設工事が進んています。将来的にはこんな感じのルートで、急カーブを緩和するバイパスが建設される予定で、ここから北側のバイパスは2019年3月に開通、歩道付きの2車線の道路となり、大型車が通行しやすくなりましたね。ここからは旧道を進みましょう。バイパス開通後、路線バスは旧道からバイパスへ経路を変更しており、小石城山御苑前、小石峠のバス停が旧道からバイパスに移設されています。2019年まではこの付近に小石城山御苑前バス停があったみたい。惨殺された中村家の遺体は小石城山御苑に埋葬されたという噂があるのですが、どうなんですかねー。視聴者の皆様は小石峠で心霊体験を経験した方はいらっしゃるのかしら。小石峠で動画撮るなら、夜に行って心霊現象の検証をしてこいよ。ゴルア、と思う視聴者様ももしかしたらいらっしゃるかもですが、うちは心霊現象検証チャンネル、怪談チャンネルではなく、ただの散策チャンネルなのでね、この辺りの標高は約167メートルで、沼田分かれ交差点から100メートル以上は登ったみたい。ここからは広島市街地、瀬戸内海、秋の子富士、と呼ばれている二の島、海上自衛隊第一十科学校、旧海軍兵学校、がある江田島などが一望できるわね。ちょっとした夜景スポットかな。夜景の写真を撮影したら幽霊が映り込んだりして。裏飯屋は2019年にバイパスが開通し、自動車の多くはバイパスを通行するようになったため、こちらの旧道は自動車の通行量が大きく減少しましたね。曹洞宗の国体寺というお寺が見えてきました。国体寺というと広島市役所、広島国体寺高校などがあり、広島市中心部に位置する国体寺町という住所がありますが、こちらの国体寺は1979年に国体寺町近くの中町からこちらの小上三丁目に移転、移転前の国体寺周辺である国体寺町、小町、中町、千田町などは国体寺村と呼ばれていたことから、現在も移転前の国体寺跡地近くに国体寺町という町名が残っているようです。バイパス開通前までは国体寺前に小峠バス停がありました。こちらでバイパスと旧道が接続します。バイパス開通後、小峠バス停はこちらに移設。この辺りが小峠の頂上になるのですが、お地蔵様がこちらに祀られています。海上自衛隊のコスプレかしら、可愛らしい衣装を着ているこちらのお地蔵様。小峠ではこのようなお地蔵様が7体祀られているらしく、7体すべて見つけると呪われるという噂あり、またこちらのお地蔵様周辺には中村家で惨殺された老女の幽霊が出やすい。小峠で大事故を起こしかけた人がお地蔵様のおかげで助かったと考え、お地蔵様にお参りしたところ、どこからか死ねばよかったのに、という声が聞こえた、などの噂が広まっています。広島市西区小上を歩いていましたが、小峠の頂上付近からは広島市佐伯区五日市町石内に入ります。
下り坂となり、歩道が設置されていて歩きやすい。こちらで右折すると触れ合い聖地霊園、小田ペット総裁恋霊園などがあるみたい。恋峠周辺には墓地、霊園がいくつかあることも心霊に関する噂が広まりやすい理由の一つかしらね。1990年代後半頃までのメイン道路であった旧道は右方向ですが、現在こちらの旧道は進入禁止となっています。この付近の航空写真はこのようになっており、かなりカーブがきつい箇所があるみたい。また、恋峠の中村家と呼ばれる白壁の建物はこちらの旧道沿いにあったようです。YouTube チャンネル、島田秀平の階段巡り、にて、ドローンズ石本さんが恋峠の中村家に関する階段をお話しされています。恋峠の心霊現象、事件、事故に関する情報は概要欄にリンクを記載しておきますので、気になる方はご覧くださいませ。この先は2015年に町開きした清風新都グリーンフォート空野という団地となり、新しい戸建て住宅が立ち並ぶほか、2017年には広島県西部の地域区分局である広島郵便局が開局、2018年にはジアウトレット広島がオープンしました。またこの先には広島県運転免許センター、山陽自動車同一会地インターなどがあります。こちらのさつきが丘分かれ交差点で右折し、さつきが丘方面へ向かいましょう。今回は広島市の西区と佐伯区にまたがる恋峠をプチ散策しました。動画の感想、恋峠の心霊などに関する思い出、おすすめの心霊スポット、廃墟などがあれば、お気軽にコメントしてくださいね。当チャンネルでは地域、街をメインテーマとして街散策、地域紹介などの動画を投稿しています。チャンネル登録や通知をオンにして、定期的に動画をご覧いただけると嬉しいです。旧道の入り口はこんな感じになっています。さつき丘方面に少し進んでこの動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。